皆さんこんにちは、おーちゃんねるです。よろしくお願いします。さて、今撮影をしているのがですね、こちらです。2022年の11月15日、今ね10時41分なんですけども、はい、私のですね YouTube ちょっと見てください。こちらですよ。はい、じゃん、ここ、今チャンネル登録者数902人というわけで、昨日11月14日、まあ、埼玉県民の日だったんですけども、昨日ですね、私のチャンネル登録者数900人を突破しました。ありがとうございます。はいはい、というわけでね、あっという間に900人になりました。で、まあ、これトップページのところでね、ここをポンってやるとね、私のこの今までのこれちょっと今までの流れ的なものはこれ一段で書いてあるんですけども、もう一回ちょっと拡大しましょうかね。はいはい、まあスタートしたのは昨年のね、3月の20日に本格スタートということだったんですけども、まあね、こういうふうにね順番に増えていってですね、ここ今年の10月の6日ですねに800人を突破したんですけども、それから1ヶ月ちょっとね、100人増えて、この度900人となりました。はあ、すごいですね。まあまあ本当に私のチャンネルなんてそんなに面白いチャンネルだとは思わないし、全然底辺っていうか本当に微々たるものなんですけども、まあ、でも今のところ毎日ね動画は頑張って投稿はしているんですけどもね、まあもちろん見てくださるだけでも嬉しいんですけども、ポチッとチャンネル登録してくださっている方が900人を突破したっていうのは本当にびっくりです。昨年の3月に YouTube 始めたので、1年と8ヶ月かなでここまでやってこれました。いや、本当皆さんに感謝です。ありがとうございます。はい、でそこで今回はですね、またまた、記念動画作りました。でね、何をしようかギリギリまでずっと考えていたんですけども、前回800人を突破した時にですね、100問の質問に答えるという動画作りました。概要欄にリンクを貼っておきますのでね、合わせてそちらもご覧いただければと思うんですけども、で実は今回もさらに100問の質問に答えてみました。これで200問になるんですけども、でもただ答えるだけでは前回と同じなので、質問の種類を変えてみました。で、前回の800人の時の100問質問は、まあ、普通にね質問に答える形式だったんですけども、今回は質問が、AB どっちがいいとか、あるいは ABC どれがいいとかっていうふうに選ぶタイプの選択制の質問を100問選んでみました。それではですね、早速この記念の企画でね、900人突破記念でまた100問の質問に答えてみた、ちょっと違うタイプなんですけども、まあバージョン2というわけでね、そちらをご覧いただければと思います。それではどうぞ。はい、それでは100問の質問に答えていきたいと思います。で前回800人突破記念の時とは違ってですね、今回用意した質問はすべて A と B、あるいは A、B、C、この中から一つ選んでという感じの質問にしてみました。では早速始めたいと思います。私はもうどっちも好きですけど、やっぱり日本人ですからね、和食の方がいいかな。あ、もちろん洋食も好きですけどね。これは今挑戦中なんですけども、ロングヘアにずっと憧れてたので、髪が長くなるのがすごく嬉しいです。どっちも美味しいよね。どっちも私の場合は蕎麦の方が好きかな。もちろん讃岐うどんとかも大好きですけど。私結構濃い色が好きで黒かな。これはタケノコの里が好きかな。洋菓子。ケーキとか好きだから。これはどっちも飼ったことがあって、今ワンちゃん飼ってるんですけども、まあ猫派かな。私自身が結構猫っぽいって感じもあるんですけどね。なんかまったりした感じがいいな、癒されるしね。あ、まあこれはまあ場合によりけりですけども、でもねやっぱり私らしくなのでスカート。あ、
これはもちろんシンプル、やっぱりシンプルイズベストですよね。私は夜の方が好きかな。特に今ね、秋の夜長なんて言いますけどね、なんか夜の方がね、元気が出ちゃうかな。これはね、やっぱりランキングつけるとしたら、私の場合は鶏肉、豚肉、牛肉の順番かな。鶏肉が一番好き。鶏の唐揚げも大好きだしね、フライドチキンとか。豚はね、豚の生姜焼きとか、あとはとんかつとかも美味しいもんね。あ、コンビニか。コンビニ大手3社。私の場合は一番好きなのはローソンで、セブン、ファミマかな。あとはここに入ってないけど、ミニストップとかも好きだけどね。あ、これ究極の選択ですよね。まあでもそうだね、可愛いかな。あ、私は冬の方が好き。暑いはちょっとね、具合が悪くなるからね。あんまり暑いと熱中症も何回か経験したことがあるんで、冬の方が好きです。あ、どっちもいい季節だもんね。でもね、春だと花粉症があるの辛いから秋の方が好き。まあ、外食もね、みんなで食べると美味しいけど、やっぱりお家でね、手作りのご飯っていうのがいいよね。私結構敏感ですね、物事に敏感。ちょっと虫が周りにいるだけでもちょっと怯えちゃうぐらい敏感ですし、やっぱりあと目が不自由なので耳が結構敏感ですね。まあそうだね、どっちもいいけど大人顔使うかな。やっぱり目の前にあるものだったらね、使った方が、消費してまたね、得た方がいいのかなと思います。なんか還元するともいいかなと思いますしね。私はやっぱりオープンの方がいいかな。秘密はもちろんね、大切な秘密は守らなくちゃいけないけど、でもコソコソされるよりはね、オープンなんでも話せる方が気持ちいいですもんね。私はどっちでもないですね、真ん中あたりかな。おかわりはね、することはあるけど、そんなに大食いでもないですしね。みんな美味しいもんね。でもやっぱりこれランキングつけるとすれば、私は米、麺、パンっていう順番かな。やっぱりお米が第一だね。これどっちも美味しいじゃない。いやー悩むね、これほんと究極の選択だね。みんな、どっちも美味しいよね。迷うね、これだ、どっちも、どっちもいいな。ダメだ、これ選べないよ。私別にどっちでもいいけど、まあ粒あんかな。あ、これはね、デジタル時計です。っていうのはアナログ時計だと私目が不自由で針が見にくいので、デジタルの数字の方が見やすいかな。私自身が問題児だったからね。でも優等生ってさ、頭がいいだけで終わっちゃうけど、問題児だったらさ、その後頭良くなるかもしれないし、思い出としてやっぱり優等生の人よりも問題児の人の方が結構思い出に残るんだよね。だから問題児。私自身が、そうですね、私そんなにどっちも得意じゃないんだけどね、中間ぐらいかな。私の場合はね、理系と文系の半々あたりかな。私が好きなのはプリンだね。プリン、ゼリー、ヨーグルトっていう順番かな。まあゼリーで一番好きなのはコーヒーゼリーなんですけどね、やっぱりプリンの方が大好きかな。私は肉食ですね。肉食です。動物園の方が好きかな。山はね、登るより見る方が好きだからね。富士山も見る方が好きだしね。でもやっぱり海と山と聞かれたら、私は海の方が好きかな。海を別に泳ぐってわけじゃなくて、眺めてるだけで海は好き。私最近どっちも見ないんだよね。まあでもドラマかな。降りすぎは良くないよね。まあでもやっぱりね、しとしと降る雨は好きです。雨の音って癒されますよね。私は普通かな。中辛ぐらいだったら大丈夫だけど、辛口はちょっと苦手だしね。
あ、そもそも C の方は行ったことないです。だからこれ比べようがないな。ランドの方はね行ったことあるんですけどね。私はインドア派かな。レストランの方が好き。ファミレス好きだしね。ちなみに私が好きなファミレスはガスト、ジョナサン、バーミヤン。やっぱりシャーペンの方が使いやすいよね。鉛筆みたいに削る作業がないから。あ、これ混ぜたらオーロラソースですよね。あ、でもケチャップの方が好きかな。まあ、これはもう自分スタイルだね。まあ別に流行りに乗るっていうことも大事だと思うけど、やっぱり自分らしさを、私の場合は優先させるかな。あ、どっちも好き。でも私の場合紅茶だったらミルクティーが好きだし、コーヒーだったら普通にコーヒーを飲むよりはカフェオレとかの方が私は好きかな。あ、結局どっちって言われてもこれ選べないな。どっちも好きだから。あ、これはねどっちも好きだけどカフェオレの方が好きかな。私は心配性だす。これはポジティブでありたいですね。確かに一昔前の私は結構ネガティブ思考だったんだけど、まあ、それじゃ良くないなと思って今はねなるべく物事は前向きに考えるように努力しているつもりです。私はあまり信じないかな。あ、これはもちろんミルクチョコですね。甘い方が好き。これどっちも美味しいもんね。ロッテとグリコの対決か。でもポッキーかな。あ、ポテトチップスね。これねランキングつけるとしたら私の場合は薄塩、コンソメ、海苔塩って順番かな。あ、これはお好み焼きが好きだね。あ、なんか縁日だねこれ。どっちも美味しいわ。でもじゃがいも、あ、じゃがまだ。でもたこ焼きが好き。虫は苦手。あ、芋シリーズですか。どれも美味しい。でもねやっぱりじゃがいも。じゃがいもって何しても美味しいですよね。焼いてもいいし、ふかしてもいいしね、揚げてもいいしね。だからランキングつけるならじゃがいも、さつまいも、里芋。でも里芋だってね味噌汁とか煮っころがしも美味しいですよね。私ねベッドに憧れてるんですよ。でももちろんねホテルとかでベッドで寝たことあるんですけども、お家はお布団なので、どっちが好きで言われたらやっぱり憧れのベッドの方が好き。あ、これはね私はクリスマスの方が好きかな。あ、柄物よりまあ無地の方が私は好きかな。シンプルなの方が好きなので。調理パンかな。焼きそばパンとか、カレーパンとか好きだね。あ、これねアイスか。どっちも美味しいじゃん。まあ どっちもどっちですけどね。私寒がりなので厚着です。あ、これはホテルの方が好きかな。何これ、サラダ。レタスの方が好き。どっちも読まない。最近どっちも見ないからな。どっちも見ない。あ、これはもちろんカラオケって言っても最近カラオケ行くことがあまりないな。お家で歌うことは多いけど。これアイスのことかな。ソフトクリームの方が好き。あ、これは折りたたみ傘ですね。私できれば荷物は減らしたい方なので、傘がね荷物になるって嫌なんですよ。だから常にリュックの中には折りたたみ傘をねいつも入れてます。ハンバーガーか。まあでもやっぱり日本生まれのモスバーガーの方がちょっと値段は高いけど美味しいですよね。あ、アロマの方が好き。私ラベンダーの香りのアロマオイルがお気に入りですね。あ、どっちも素敵だね。まあ、でも星空ってね私目が不自由で星が見えないので、それだったら真っ青な青空、秋とか冬のね空気が澄んでる時の真っ青な空、最高ですよね。これどっちも美味しいわ。でもやっぱり日本人なら味噌汁かな。私は飴が好き。飴が好きというかガムと飴選ぶんだったら飴だね。ガムだとなんか歯にくっついちゃいそうで、キャラメルとかもちょっとね苦手なんですよね。
まんじゅうの方が好きかな。私電話苦手なのでメールの方が好き。これはね、変わりましたね。私もともと動画やってない頃は写真でしたけども、あまり動画撮らなかったんですけど、今ねこうやって動画を撮ることが増えたので、どっこいどっこいどっちもどっちですね。仰向けかな。うつ伏せだと途中で苦しくなっちゃいますよね。私は電車の方が好きですね。朝ごはんはしっかり食べないとね。これは結婚のことか。まあ私は恋愛の方がいいな。トランプ高級だね。でもエビの方が食べる機会が多いよねこれはお寿司だねストーブの方がいいかな。こたつだとその中に入らないと温まんないけど、ストーブだったらその周りにいれば温かいから。私は夕日の方が好き。サンセットの方が好きだね。これもどっちもどっちなんですよね。でも万能なのはやっぱりパソコンかな。パソコンがある方がいろいろできるからね。私さっき春と秋だったら秋が好きって言ったけど、満開の桜と紅葉だったら満開の桜の方が好きかな。これは私は文化祭の方が好き。中華の究極じゃない。でもチャーハンの方が好きだね。ラーメンのことか。順番で好きな順番だと、私は醤油、味噌、塩、豚骨。豚骨はね昔好きだったんだけど、ちょっと独特な臭みが苦手になっちゃった。私どっちも住んだことはないけど、まあでもやっぱりマンションの方がいいよね。私は田舎がいいね。都会は遊びに行くところで、なんか住むとなんか疲れちゃいそうで。これも究極の選択ですね。でもね、カツ丼と親子丼だったら私は鶏肉の方が好きなので親子丼かな。エビフライの方が好き。これも究極の選択だね。チャーシュー麺。国内どっちも聞かないけど、でも小さい頃は演歌をいっぱい聞いたから演歌。私はどっちも装着したことはないんですけども、でもメガネって、メガネはまたなんかおしゃれですよね。メガネいいかな。どっちも美味しいけどおにぎりが好き。緑茶と麦茶。緑茶、渋いお茶が好きだね。どっちも持ってるけどスイカの方が好きかな。これも究極の選択だね。唐揚げ。これはどういう意味でかな。でも私は年上の人の方が好きかな。はい、これで100問終わりました。あっという間でした。いかがでしたでしょうか。というわけでね、100問の質問に答える、今回は選択性のタイプをね選んでみました。いかがでしたでしょうか。では映像を変えたいと思います。おーチャンネル。はい、いかがでしたでしょうか。今回もですね、800人の時とはちょっと違う形式なんですけども、100問の質問に答えてみたということでね、記念動画を今回作りました。さて、900人まで行きましたからね、いよいよね、1000、1000人が見えてきました。いや、私 YouTube をね始めて、最初はね趣味で始めて、全然登録者がここまで来るなんて思ってもいなかったので、まずはね継続することが大事かなと思って、とりあえずね続く限りは毎日の投稿っていうのはね続けていかなくちゃかなってずっと思ってました。で、今のところね、この毎日の動画っていうのは今後も続けていくつもりではいますのでね、夜7時の更新をね楽しみにしていてくださいね。で、ここまで来たらね、やっぱり大きな目標1000人ですからね、1000人突破がいつ頃になるかは分かりませんけども、ここまで来たら頑張りたいと思いますのでね、引き続き私のチャンネルよろしくお願いします。
1000人突破に向けて引き続き、頑張っていきたいと思いますのでね、私の動画、よかったら高評価、そして引き続きチャンネル登録まだされてない方はポチッとよろしくお願いいたします。というわけでね、900人突破記念の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。では、バイバーイ。